はい、バンダイナムコエンターテインメントの原田です。ポケモン20周年ということでおめでとうございます。あの鉄拳シリーズも、22周年、ということで、同じぐらい長く続いている、シリーズゲームということで非常に親近感を覚えます。あの20年前にですね、まさかこういう形でポッケンという形でですね、ポケモンの作品に関わることになるというふうには、全く思ってませんでした。なので、石原社長からこのお話を聞かされた時は私も非常にびっくりしましたね。で、このポッケンを作り出した時に僕すごく感じたのは、客層の幅が広いなと。小学生に聞いても僕はポケモンで育ちましたって言いますし、逆に18歳ですとか20代30代の社会人に聞いても僕はポケモン世代だからって言うんですね。ポケモンって一体どんな客層の広さで一体どこが本当の世代なんだろうって、当時驚いたことを覚えてますね。で、僕自身はこのポッケンを作るようになって実は本格的にポケモン遊ぶようになったので、そういう意味ではまだまだ新参者なんですが、よく聞かれるのがどのポケモンが好きですかっていう話ですね。僕実はピカチュウが一番大好きです。すごくスタンダードなポケモンが好きなんですねってよく言われるんですけど、本当にピカチュウってポケモンの可愛さだとか、すごく勇気のあるところだとか、そういうストーリー的なところも含めて僕とてもポケモンのいいところが集約されたキャラクターだなって本当に思います。本当にいつも見て感情移入してますというところで、これからも皆さんに、こう幅広い層にですね、そして、長く、深く愛される作品であってほしいなと、心から願っていますので、これからもポケモンシリーズ頑張ってください。ありがとうございました。